さあ、あとは無事にエーススタートして全社離陸ですね。それでは決勝の、最終点60分のスタートとなります。ポールポジションは78号車、から順に、グリッドを離れていただく形になります。78号車ソフトスタート、ハードスタート、77号車フロントロー2台はハードスタートという形、3番手スタートの93号車もハード、久しぶりの出場となりますジャガーがミディアム、リサルドミディアム、そして、チャンピオンシップ争い、現在3位のウルフがハードスタート2号車ですね。それから基本的に前方のグリッドの方は固めのタイヤっていう、そうですね、今までの傾向からいくとソフトスタートが多かったんですけども、固めのタイヤを今回、履いているドライバーが前の方は多いですね。前回の、モンツァでは、KTP と、メルセデス、コルベットとメルセデス以外は、全車ハードスタートという奇妙なスタート、コルベット、メルセデスは相当でそれ以外はハードという珍しいパターンだったんですけど、今回は比較的全車固めのタイヤを履いています。10番手アルドがハード、ハード、日産ハード、メルセデスハード、横ピッテルもハード、カマロが、シャブはソフトですね。あとはハード、ハードといったラインナップで、ソフトが3台、2台、3台がハードという形になっています。まあ、やっぱり高速コーナーなので、タイヤの負荷が大きめなコースってことですかね、これも。そうです。私個人的にはこの BMW がチャンピオンシップかかっている2番手がの77号車は相当履いて、78号車は片面を履いてブロックしてくるのかなと思ったんですけど、2台とも同じタイヤチョイスをしてくる形になりました。まあ、先ほどもちらっと BM はストレートが速いってなりましたけど、まあ、その辺の有利性もあるんで先に片面を履いていこうかっていうことですかね。まあ、確かにこのチャンピオン争いの、77号車をチームメイトは援護するのか、それと もうその辺は構わず自分のレースをしに行くのか、それはちょっと気になるところですね。さあ、マシンがホームストレートに帰ってきました。コントロールは比較的自分の寄りにあります。それではムドンパン GT シリーズ最終戦ミッドフィールド、スタート。さあ、後ろちょっとバイパーとフェラーリが一度横に出ましたが、フェラーリが一つポジション、二つポジション上げて、ウルフが少し順位を落としています。あ、ちょっとコースアウトしましたかね。ダメージがまた見受けられません。チャンピオンシップを争っている2号車が14番手にスタートで落としてしまいました。ちょっと後ろで横ピッテルの SLS がフラフラしてましたけど、これはダメージはなさそうですね。さあ、まずは78号車が先頭キープしておりますが、ソフトスタートのライト松が8番手からも一気にポジションをここまで上げてきています。4番手フェラーリ同士で、さあ一つポジション上げ、おっとオクタリアンスーティルのコルベット、あ、今じゃあワイパーが1台、
さあ、運転席だ。あれはさすがに当たっちゃいましたかね。そこには影響はなさそうですが、ただちょっと表記上ついてないんですけど、さあピットインしております。ちょっと焦りが出ちゃいましたかね。2号車はとりあえずはこの77号車の前でフィニッシュすることが最低条件となっていますが、さあ気がつけば日産の7番手スタートハンザーが、さあここでトップに躍り出てきました。ミディアム大外から強引に買っていきまして、ちょっとライトマッツは4番手ですね。さあここは非常に団子状態となっています。フェラーリ対決、その間に1号車のデロリサ、これパルキアにとってはちょっと怖いですね。先ほどヒヤッとした仕事がありましたけど、ここでもし大きなダメージを負ってバーチャルセーフティーカーが出ることになると、2号車は比較かなり助かる展開になりますが、さあフェラーリが伸びて51号車前、あそして今パルキアが2番手に上がりましたね。先ほどのウルフのピットが少し、タイヤが不明となっております。シャーピックが入ってきてますね。こちらもダメージ、シャーピックがハード、ちょっと早くもなんか傷ついてる車が多くなってますが、いやこれハンザーは結構逃げてますね。ここで77号車が2番手に上がってきて、3番手フェラーリ、そして1号車のデロリさんも相当タイヤ、やはり相当タイヤ勢がぐんぐん前に来ております。そしてザンディは、チームメイトに抜かれて以降ズルズルちょっと落としてますね。少しペースが上がらないか、6番手リサルドと、これ左リアダメージを負う形で駒道と接触したでしょうか。左フロントダメージ、今ラルドも入りましたね。やはりちょっとタイヤ選択が分かれてるんで集団のままレースが進みますね。ハンザーが1位を走るのはスパ以来でしょうか。スパは日産は非常に展開に泣くレースとなりました。レースの7割ほどレース支配をしておりましたが、バーチャルセーフティーカーによってレースが泣かされるような展開となりましたが、現在非常に快調な走りを見せております。ただ今ちょっと後ろが、そうですね、8番手ジャガーまでが一つの集団で、そこから少しどこじゃないですか、かなり空いた形で9番手以降の集団となっております。ちょっと BM 勢は、この集団状態であまりちょっと無茶をしないって感じの走りに見えますね。なのでソフトに、書いているようですね。さあここでデロリサがサイドバイサイド前に出ました。1号車ハンザーはミディアムですので、やはり相当のデロリさんの方がペースが良さそうです。やはりソフトタイヤとこの先の後半セクションぐらいで差が出ますね。こちらの差が、遅れてカマロの32号車から横切っている、そしてもう1台の日産はいる。ハード勢がちょっと前方集団から遅れてるって感じですね。逆に言うとハードタイヤ勢では BM2 台が
まあ、一番前にいるので、まあ、この先の展開考えると、まあ、結果的には前で戻れるかもしれませんね。さあここでソフトタイヤの51号車が日産の前に出ました。この2台は、まあ、あと数周でどこまで逃げれるか。もうデロリさん左フロントのでライトマツはリアも少し来ております。ちょっとバトルしてましたからね彼は。タイヤスも若干上げながらリアもかなり速いマネーになっています。ハードでまだ8。ソフト勢はあと2周ぐらいですかね。おフェラーリ伸びますね。さあアウトからかなりタイヤを酷使して、さあ今のでもうリアも4。ただハード勢がこのミディアムソフト勢比較的離れることなくついてきています。そうですね、前が争ってくれてるんであまり色せずいけてますね。デロリサもフロントが4まで来てます。前2台が次にどのタイヤを選択してくるか。少しハンザーが、ハンザーも4ですね。ミディアムトップ3入りました。入ります。上位3台が入ります。このトップ集団がこの後バトル続けてくれるんであれば柔らかめの張り手差を詰めるっていう。ライトマツはソフト、ソフトと繋いできました。ハンザーもミディアムソフト、デロリサもソフト、ソフトやっぱそういう戦略できましたね。現状また今フェラーリが来てるんで、今ソフトでまたガンガン上げればまた追いつけるかな。さあアウトからオクタリアンが77号車の前に出ました。オクタリアンはハードですね。まだ6。ハードではまだスティントを引っ張ることができそうです。ライトマックスは12番手でコース復帰、前にはウルフ。少し嫌なところで復帰してますね。ベロリサが8番手、前がかなりクリア、いい位置ですね。このタイミングでハンザーが前に出ています。ちょっとライト松はスタート直後からこの集団に泣くという展開になっていますね。リサルドがミディアムからセットに対応を検知しております。さあその間に再び77号車が前、フロントは6まで来てますね。オクタリアンは5ですね。BMW 勢は6。この道が、ミディアムで今4。やはりジャガーはフロントヘビーなんで厳しそうですね。シャイピックはもう2回目の得点をしております。ミディアム。このシャイピックはソフトハードミディアムとつないで、スペックのゲームを消化しました。いやでもこれ、この道は、あ、今入りましたね。タイヤは厳しかったですけど、前がバトルしてくれたんで、あまり集団から置いていかれず、ここまで来れましたね。ライト、まずはまだ横切ってるに捕まっています。ルーティン線はパスしています。この道はハード。
で、おそらくこの集団、尾道はこの後ろになりますかね。最後話していただくと面白いですね。尾道は順位を今落としていきますが、いったらどうかな。フル転生も入っています。お、よかった。てるが GTR を、あ、抜こうとしたらここでライトマンが逆に仕掛けをついてきている。まあ、ソフトなんで早く抜きたいでしょうが、ヨコピッテルはまだ確かハードタイヤ。ヨコピッテルは今、ソフトタイヤを、あ、ソフトタイヤ入っていますので、ペースはかなり、いいですね。この日産とフェラーリと同じタイヤですので、レースペースもさほど変わらないのかな。じゃあなおさら抜きにくいですね。さあ最初に78号車のザンディが入ってきました。これはちょっと後ろの方が先に入れるってのは珍しいですね。普通は前の方が。ここで分けてきました。ザンディはミディアム。77号車この後何のタイヤを履くか。今ザンディはこれはアンダーカットってことで前に出そうな感じはありますね。あー、スライド。タイヤスモークで少し見えないが、ポジションはキープしている。結構チャンピオンシップかかった割には結構なんかアグレッシブな戦略で来てますね。まあおそらくこの周で あの挙動からしても入ると思います。左リア4とともに4、オクタリアンは3、燃料ランプがついています。そして粘り強い走りをしているカマロのマシンがここまでスティントを引っ張ってきていますが、燃料がそろそろなくなるところです。上位2台入ってきました。カマロも入りますね。さあこれで、どんなタイヤを履いてくるか。1回目のピットを終える形で、さあデロリサが戻ってきました。あ、同じ戦略ですね。イタリアンがハード、アルキア、ミディアム、シュンコネ、ミディアム。これデロリさんママと空間に戻れたんで、うまいこと結構な差をつけてトップに立てましたね。ライト松がうまくメルセデスをパスして、その間に日産が抑えられる形になってしまいました。ザンディは6番手で復帰、日産の後ろ、そしてその後ろに77号車。少しばらけてきました集団。リサルド・ゾンタがいつの間にか3位まで上がってきてますね。こちらミディアムタイヤ。ミディアムから今ソフトを履いています。ロクピッテルがここで入ってきました。2回目、今ハードソフトとつないでいます。前の上位2台はまだソフトソフトとつないでいるので、まだあとミディアムとハードを履かなければいけませんが、どのタイミングで履いてくるか。ヨコピッテルはソフトからソフトつなぐ、ハードソフトショートというスピードになります。まあ、あと、まあ、トータル5回ぐらいになりますかね、ストップは。ハードで長く走っていた、シュンコネが10番手で復帰しておりますので、固めのタイヤで粘り強く走ってポジションを上げてきて、今最高のスタートでした。現在はミディアムタイヤ。デロリサはもう左フロントが4になって、後ろも4。さあハンザーが早く入ってきました。ソフトタイヤは短めでスタート。
出てくるのか、ミディアムかハード入ってくるのか。ソフトですね。ソフトを繋いできます。ハードは最後に残しているのかもしれません。まあ、この BMW は、まあ、それとは逆な戦略をやってくるってことでしょうね。93号車も、今ハードタイヤで前のハインズがミディアムということで少し抑えられる形になってきています。ディルは前にカメラのマシン少し下がります。ウルフテンセンは現在12位ですか。さあ上位2台入ってきました。リサルドゾンタはかなり粘ってますね。デロリサはまだソフトライト、まずはここでミディアムを入ってきました。左フロントが3でかなりマシンもボロボロになっています。コルベットのマシン、やはりこのコースだと摩耗してくると結構ガクってタイムは落ちてきますね。この周ピットインと思われますが、後ろの BMW がパック走行のように走行しています。ピットインします。78が前、後ろが77。これ77号車はストレートで燃費稼いだりしてるんですかね。あまり無茶に無理に抜こうとするような動きはないので。リサルドはソフトを履いてきます。はい、ミディアムソフト、ソフトですね。そして3番手が現在ジャガーの小道、ハードタイヤで走行中。少し順位がシャッフルされて、実質の順位と現在画面上の順位とか分かりにくくなってきています。そうですね、今回かなりタイヤの選択もばらけてるんで余計分かりにくくですね。はい、トマツはもしかしたら出たところがまた悪かったのかもしれません。前には出ています。ただリサルドも相当、リサルドはタイヤを変えたばかりなので、おっと後ろでコルベットじゃない、カマロですね。少しダメージを負ってしまったようですが、右フロントとリア、ちょっとここまでうまいこと戦略で上げてきただけにこれはちょっと痛いですね。おそらくあれブレーキングの際にタイヤを芝に落としてスピンしたって感じですね。結局各社ピットに入って割ってみれば、BM の 1-2 ですね。 BMW はまだ1回しか止まっていません。ハードとミディアム、さあここで順位が入れ替わります。
まあ、結構後方ではバトルとかが多い中、この2台だけ本当自分の戦略通りに淡々と走ってるっていう感じですね。ジャガーの今日も93号車を抑え続けています。これさらに EM2 台にとってはありがたい展開と、ただ E にもついて93号車の前、これはちょっとタイヤの差が出ましたかね。はい、とまずはリサルドに先行を許しています。その後ろからマックス・ハンダー、フル転線はコミュニティですが、もうタイヤが左フロント3ということで厳しくなってきています。マックス・クルトンはもう2、マックス・クルトンをハードソールとソールとつないでいます。フル転線はミディアムタイヤですね。やはりウルフテンス今デロリサが6番手ですから、走って伸びるとやはりあの最初の、まあ、クラッシュが尾を引いてますね。昨日のアウトラップ、予選のアウトラップでも珍しくスピンを、していました。やはりウェイトが少し響いてるのでしょうか。97キロのウェイトを背負っております。まあ、普段のちょっとまあ彼らしくないというか、そんなレース展開ですね。さあ、またしても2番手のザンディの方が先に入ってきました。コモイチも入ってくる。これでデロリサがビジョンを上げます。ザンディはミディアム、最後にソフトを2回使うっていう感じですかね。はここでついにソフトタイヤを投入、ミディアムハードソフト、ここピッケルもソフト、メンバーはここでハードを履いてきましていいでしょうか。シャピック10番のシャピックは周回遅れにされている形です。ちょっとシャブピックはタイヤの方に悩まされてそうですね。先ほどもピットインしてましたね。今、3回ですね、止まってますね。ショートハードミディアムショートとつないできています。この後ろにザンディが復帰してきました。前がかなりクリアなポジション。さあ77号車の方が入ってきまして、フル93号車がラップリーダーに変わります。同じ戦略ですね。右アームです。78、77ともに同じ戦略できています。さあトップに立ちましたが、タイヤはきついのでここでデロリサがトップに出ましたね。ただデロリサの方が摩耗が来ている形、そしてその後ろでリサルドから、リサルドもフェラーリを食う。フェラーリ摩耗が進むとガクッとペースが落ちてくるようです。ちょっと挙動がピーキーな感じが見受けられますね。ファイデステンチョがソフトタイヤ。さあ BMW は一周違いですけども、また同じポジションに戻ってきています。78が前、さっきと同じような感覚ですね。本当オペレーション通りにレースが進めてるって感じです。これに若干近づいているのがコモミチ。さあデロリサライトマッツ入ってきました。こちらもライトマッツはミディアムでしたが、同じタイミングで入ってきています。リサルドはここでラップリーダー、
デロリサが4本目のソード対応を投入、ライトマツはここでハード、ここで分かれましたね。デロリサはまだ右アームもハードも消化していません。レース時間がここで30分ということで、残り半分という形になってきましたが、リサルドもおそらくこの週ビットインでしょう。燃料マネジメントがうまく計算されて、ちょうどのタイミングで入ってきそうです。さすがにこのスティントで、まあ、ハードもしくはミディアムにするでしょうね。でイタリアンはまだ行く、さあそして小文字が BMW を捉えるポジションまで来ています。リサルドはソフトだいぶ接近してますね。ここで初めてソフトタイヤを履いていますが、かなりペースがいい。前の2台はミディアム、ちょっと今回です、この小道のジャガーが不気味な存在になってますね。小道はもうジム消化していますので、この後ソフトソフトをつないでいけばいいんですが、 BMW の2台もあとはソフト履くだけですので、真っ向勝負といった形でしょうか。まあ、ちょっと懸念材料としてはジャガーの方がフロントヘビーな車なんで、タイヤの守りさあここでアウトから一気に2台を食うか、2台抜き一気に2番手に浮上、かなりプッシュしてますね。さあここで小道がどれぐらい逃げれるか。さあオクタリアンがここで入ります。ハードハードと繋いできたので、ここからは柔らかい対応入ってくると思います。さあみるみる差を開けていますが、摩耗は6、ルコピッテルもこの画面から見えるようになっていきました。現在ソフトまだミディアムは入っていません。オクタリアンはハードハードハードという珍しい戦略になってきています。じゃああと2回でミディアムとソフト、ちょっと不思議な後半勝負、はい、終盤勝負といったところでしょうか。ただハード入っていてペースがいいのは、走りを見ていても上位を走っていますので、あのドライバーのフィーリング面とかその辺があるのかもしれませんね。大小道危ない。さあ横ピッテルが来ています。やはり今 あの立体交差の後のコーナーが連続で、右左と来るんで、あのタイヤの差が出やすいですね。さっきの小道のコーナーでここからアウトからうまくスリップにつきました。横ピッテルオンボード、そこうまいこといくと W はストレートがかなり伸びる。あー離れますね。前77号車の78のスリップを借りているので少し厳しいが、軽く接触よ。コーナーでしかし一気に詰めてきます。タイヤ的にはリコピってるあと2周1周ってとこですかね。さあさっき小道が仕掛けたところ、ここはいけない。あでもこれいい。3をついて77をまずパス、そして一気に2台抜き。しかしここで再びポジション4番手、少し横ピってしまいましたが、さあここで77号車がスピンしている。チームメイトと接触したか、今ちょっと前に追いつきすぎちゃってブレーキも乱れたって感じですね。ダメージはどうでしょうか。さあこの位置ここで入ります。ザンディが先に入ってきました。まだパルキアも同時ピットインですね。これダメージ悪化っぽいですね。
カルキはもしかしたら予定外かもしれないです。カモイチは相当つないでくる。まあ、ザンディがスティントドイとしても、まあ、プラス1周なんで、ザンディ相当、そしてパルーキはまだ右、ここで戦略が分かれてきました。 BMW ライト待つとザンザーも入ってきています。やっぱりあのヘアピンのところがアクシデント起きやすい、まあ、コーナーだと思ってましたけど、まあ、そうなっちゃいましたね。ちょうどあのフロントの荷重が残ったままブレーキングになるんで、ライトまたソフト、横ピッテルもカノシューピットイン、リサルドはまだいけそうですね。ミロリッサルーテンスは現在4番手ですが、マモが4、横ピッテル入ってきました。ラルドも入ってきています。さあウルフテンセンは、サインまで上がってきてて、まあ、この後ピットストップでしょうか。そこでどこまで落ちてるかですね。そしてこれ小道がザンディの前ですね。そうですね。で BMW の間に横ピッテルが入っています。そしてパルキアはその後ろ、ベロリサは入ってきています。まだソフト4本使ったところですので、ベロリサはまだソフト、まあまあ、さあここでストレートで前出ましたね。そしてデロリサはパルキアの前へ復帰。まあただこの点がいくと最後ソフト入った時この Z4 2台がどれだけ速いのかちょっと気になるところですね。現在ソフト入っているのは78号車のジャンディの方がソフト入っています。ショートタイヤで、ショートタイヤのジャガーとの一騎打ち。あ、今オクタリアンスっていうのも前に見えてきましたね。そしてウルフテンセンが9番手でピットアウトしたことによって77号車のスピンがあった関係で、まあ、位置関係まだ距離はかなりあるんですけど、ポジション的にはかなり迫ってくる形になりました、77号車と2号車。周回遅れ2台を挟んでリサルドと、リサルドのタイヤが厳しいので後ろのフレッシュな2台が詰まっている形でしょうか。そうですね、後ろも14位争いやってますね。でちょっとコース上なんか少し曇りっぽくなってきましたね。おお、危ない。どうどうどう、接触はありませんでした。93号車の後ろにもうザンディが来ています。この道93号車はハード、リサルドが入ってきました。さあこれでザンディがジストップに出ることになりそうですね。リサルドはここでハードを投入、ちょっとこのタイミングでのハードは厳しいかもしれません。残り21分、
さあダンディがあっさりフェラーリの前に出まして、この道もあのフェラーリを狙ってスリップに入っているが、飛び込んでくるか、うん、ちょっと届かないか。でもさあ抜いてきました2番手。確かにこの道も一度はダンディ抜かれましたがずっとついていったんですね。77はポジション的には厳しい。1号車は2号車を助けるためにここはブロックをしておきたいところ。ちょうど復帰したアイサルドとバトルチューネスが危ない。リサルドはここでハード履いたんでちょっと苦しいスピードになりそうですね。52号車現在10番手、少し前半の勢いを考えると物足りないポジションにいます日産 GTR。 さあちょっと怪しい、非常に変な挙動を、はい、ちょっと不安です。ちょっと怖いですね。何かの前兆みたいな感じで。半田選手はモンチャでハンコシングルコントロールのトラブルがあって1コーナースタックするシーンがあったんですけども、少しまだ本調子ではないのかもしれません。小道ついてってますね。マモスピードはほぼ同じ、ビットタイミングもおそらく同じになってくるでしょう。でお互いタイヤもちょっと入ってくると思うので、給油がぴったり決まればといったところでしょうか。道が若干早めの間も先に入ってくるかどうか、かなり曇っては来ていますが雨はどうでしょうか。この道入らない。後ろに見えるのが横ピッテルが前に出ています。そして比較的まだ近いポジションに、この3台少し空いてハンザーとリブテンセンといった形。あ、でも結構だいぶもやってきましたね。このタイミングでもし雨が降り始めたとしてもタイヤに影響はないと思うんですが、さあこの道2になりましたね。この道がポリビットに入っています。まあタイヤの交換までいかなくても若干まあスリッパリーなコンディションになりますよね多分。またやっぱまあ走る精神的な面が大きいかもしれませんけど、ここで入りましたね。さあ2台同時ピットイン。燃料の今入ってる量の差はどうですかね。ああちょっとこれ小道がロスしましたね。ああこれピットガレージの位置の差が前か後ろかっていう。ザンディミディアム、ザンディミディアム、小道ソルト分かれました。給油ガスの量は同じぐらいですか。そうですね、同じですね、 この差を考えると、あただ間にウルテンセンが入ってくる。なんとかギリギリ前と。ここに来てミディアムっていうのは残りワンストップです。16分、はい、走り切れるのかどうか。ソフトがだいたい10分11分ぐらいのスティントでしたので、さあザンディはここでウルテンセンに前を行かれる。ミディアムで走り切るのはちょっときつそうな気はしますけどね。ウルテンセンが今ミディアム履いていますが前に行かれてしまいました。こうなってくると少し小道ありがたい。
カパルキャも入ってきています。さあここで戦タイヤまた分かれるかどうか。カパルキャミディリアスで、オクタリアンがミディアム、パルキャソフト、お互いテレコですね。さっき78がソフト入ってきましたが、はい、今度は77がソフト入っていきます。まあ、パルキはこれあともう1回ソフトでワンストップっていう戦略でしょうね。さらにラップリーダーは17号車のメルセデス、1号車が2番ですが、この2台はピットに入ると思います。リサルドがハードタイヤで走行中。ちょっとこのリサルドのが最終的にどの辺来るのか気になりますね。残り15分、だいぶその戦略のあれが分かれているので。だいぶこの辺はさあここで再びザンディが前に出て、そのインをついてこの道が狙っている。さあ前2台が入ってきました。リサルドも入ってますね。はい、上位3台入ってきています。ブルビサはここで初めてミディアム。さあスリップつきましたが、ロコピッテルはソフット、この道は早くこの2号車をパスしたい。そうですね、前がミディアム入ってくれてるんで今のうちこのスティントで。そして現状では2号車が2番手、77号車が8番手ですので、まあ、もしこのまま行けばですけど逆転タイトルということになりますが、2号車はまだもう1回ピットを残している形になります。さあしかし非常に2号車ここに来ていいペース。これアルキアもあと1回でウルフテンセもあと1回なんで、ちょっと最終的な順位がちょっと分からなくなってきましたね。もしかすると最終的にこれ今のような位置関係になる可能性も。残り時間とタイヤの消耗の関係が非常に際どくなってきています、各社。さあここでこの道が一気に枠が前2台が一気に流れてくる。いやお互いスリップ使ってんで前行けないですね。ブレーキング勝負もコーナリングではバイパーのが上回る形。軽く接触、非常に接戦となっています。最終戦ベロリサまでがまだチャンス全然ありそうです。8番手さあデロリサをチームプレーをするなら、まあ、このパルキアの。さあコモミチがここで一気に前に出ました。コーナーリングで劣る BMW を捉えて一気に前。さあそして一気に引き離しにかかります。大石ソウト、ザンディア、ミディアム。やはりあのコーナーが速いですね、この道は。前が争ってる関係で後ろのソウトタイヤ勢が追いついてくる形になりました。アルフテンセンはどこで入るか。まだ行くかな。あ、まだ行く。まあ、残りソフトで行くってことないでしょうね。そしてこの77号車がこのままノンストップでおそらく走り切れないと思うので、この2号車と77号車がお互い1回ずつピットを残していると考えれば、2号車チャンスありますよ。比較もう1周ぐらい行けたら行きたいところかもしれません。ただ後ろが迫ってきています。これは最後残り10分、2号車と77号車直接対決になってくる。さあ強引に抜く。さあさらに横ピッテルも来てる。ライトまで相当。さあ最終戦残り間もなく10分を迎えるところで白熱したレースになってきました。コモイチが一旦逃げる形になっていますが、この集団でヘアピンはちょっと怖いですよ。さあリサルドが77号車を打って4番手、ウルフテンセン3番手に落ちる。さあこれちょっとタイヤが厳しくなってきています。ウルフテンセンはこの周おそらく入るでしょう。いやまだステアアウト。おっとステアアウト。
そして一気にアウトから77号車がさあちょっとこのさあすごい集団になっている。ここは接触を避けたいところ。チャンピオンシップを争う2台が直接対決。しかしいや個人的にはこの週で引いた方が良かったと思うんですけどね。残り10分、残り10分、ただソフトタイヤギリギリ走れるエリアに入ってきていますが、77は2号車の動きを見ながらのピットインになりそうだ。さあこの週でなるべく後ろには行きたくないんですが、フルステイ線1号車はおそらく2号車の前には出ないと思いますが、どうでしょう。さあ限界ギリギリまで引っ張ってきました。1位かなり苦しい重いマシンを乗っているウルテンセン。さあここで前の集団はまだ行かないか、まだステアと。さあこの周ここでアンダーカップでどれだけ行けるか。現在暫定トップは小森ですが、もう一回入らないといけない摩耗状態、はい、横ピッテルも走りきれない、 BMW も走りきれない、走りきれないですね。この上位勢の中で一番最初に入ってきたブルーテンセンが最後まで走りきれるか。ソフトタイヤただちょっと燃料の量が少なかったんで給油時間のロスが気になるところですけど、90リッターぐらい積まないと。さあそうですね、それぐらい積んできました。さあこの周どれだけ飛ばせれば。前はちょっと後ろから1台来てるな。あーここで1台前に。そうです、同一周回のファイル船長が前。ファイル船長はソフトタイヤ。あーこれはかなりちょっと痛いですね。 DTR はストレートスピードも比較的伸びますので、さあこの道が入らない。横ピッテルがまだステイアウト。横ピッテルがここで前。さあ目まぐるしくトップが入れ替わってきています。最終戦77は現在3番手ですが、左フロントが4。さあこうなるとちょっと我慢比べ大会になってきます。ブルーテンセンはハイジ選手を攻略して現在10番手。さあハンザーが入ってきました。これはかなり面白い展開になってきています。まだどのマシンが勝つのかが全く見えてきません。いやこれ下手すると全員一緒に入るってなると、あのピットガレージで。そうですね、これロスが考えられますので、先に入る入らないの駆け引きが出てきますが、候補勢が続々と入ってきています。アルキアもタイヤ的にはもう入ってもいいところです。横ピッテルはステイアウト。小道入りました。あこれ一気に入る。さあ一気に流れ込むように入ってきて、さあこれはちょっとロスがあるかも。さあ少し重なる形でしたが、ちょっとサルキアは93号車かなりロスを食う形。コモイジソフト、ザンディもソフト、オクタリアもソフト、ハルキアもソフト。さあこれウルテンセンは今どこにいるでしょう。デロリッサーはそうですね、ハードを履かないといけないので、ハード。サルフテンセンは前にはいけないかな。ルテンセンポジション今ホームストレート、ザンディの後ろ。後ろ。もう直接対決になりました。あ、でもこれパルキアはうまいことをピットで前に出ましたね。2号車と77号車はもう直接対決のチャンピオンシップ争いとなりました、最終戦。ただ、ウルステースの前にはそのライバルのチームメイトがいるっていう。さあ横ピッテルとリサルドがここで同時ピットイン。さあこれでトッ
さあ1台回っているマシンがあったが、ちょっと映像アイコン上は映ってないですけどね、まあ、コースに復帰していますが、1台ちょっと回っているマシンがありましたが、さあ77が前、あ、これ多分、これ多分パルキアがスピンしたっぽいですね、この位置にしてるんで、ね、先ほどもね、3位にいましたからね、パルキアがおそらく回ったのでかと思われます。ちょっとこれ、この位置関係、着拍子目前でちょっと動揺が出てるのか。さあそしてリサルド、横ピッテルともに入ってきまして、横ピッテルがなんとここでトップで戻ってきて、フレッシュなソフトタイヤ、しかもこのギャップ、久しぶりの優勝が見えてきました。残り5分、そしてリサルド現在2番手、横ピッテルはなんと12番手スタートでした。3番手に小野道、そして78、77と続いて、さあもうこの位置に2号車、さあこれは前のチームでチームオーダーは出るんでしょうか。さあ残り5分を切っています。最終戦、横ピッテルも結構先にハードは消化したんでしたっけ。横ピッテルはスタートをハード吐きまして、あとはソフトを5本つないで右も1本ですね。あ、なるほど。ガンガン飛ばしていく形でポジション上げてきています。やはり前の方がずっと集団でいてくれたんで、まあ、そのガンガン追い上げる戦略が当たったっていう形ですね。でリサルドも、リサルドはミディアムでスタートして、途中ソフトソフトソフトハードと1回つないで、またソフトソフトと来てポジション上げてきました。リサルドは比較的バトルをしている集団の中で戦っていましたが、2番手で復帰、そして3番手小野道、78、77と続いて残り3分40秒、あと3周ですか。ラップリーダーが現在1コーナーなので、まだ4周いくかどうか、ちょっと微妙なところですね。まあ横ピッテにとってはあと4周だろうか3周だろうか、うん、関係ないタイヤの量ですけど、結構フェラーリの93号車来ています。ウルテンセン結構同じようにソフトタイヤでガンガン行く戦略であったドライバーいますけど、後方から後方にいてそれをやった方が結果的には前にいるっていう形になってますね。さあ残り3分切りました。さあこの道は表彰台守れるかどうか、ちょっとウルフテンセンは前に追いつけない感じですね。少しやはり一番最初に入ってきいたので、摩耗が5、ただ先ほど77号車が回ったようにまだ分かりません。チャンピオンシップを確認、おっとここで小道が出ましたが、チャンピオンシップを確実なものにするには78が77の子を前に行かせればいいんですけども、あ、ただ後ろでウルフテンセン抜かれましたね。ちょっとペースが追い上げ、オープニングラップのあれさえなければといったところでしょうか。さあここの位置だとあと2周ですね。コピッテルはかなり後ろともギャップを築いています。ミサルドも単独の2番手、後ろが争ってくれてるんでこのまま2位で逃げ切れそうです。さあパルキア今度これはこの位置狙ってくるかどうか。カモミチは何度もここで BMW をかわしてきましたが、さあ残り1分20秒ちょっと前に通過しておりますので、もう一周行きそうです。
ただペースをコントロールしてくるかどうか。17号車まあ、ただ17はもう燃料もガソリンタイヤもあるんで、変に落として変にペースを乱すよりはもこのままガンガン飛ばしていった方が良さそうです。さあ保持づらい BMW2 台に前に浮かれてしまいましたが、あ、そしてパルキは3位に上がってますね。ここでパルキは3位にもうチャンピオンシップを確実なものにしようとしています。BMW 最終戦2台走行の エントリーを確保しまして素晴らしいチームオーダーを見せています。さあ横ピッテルがアクセルを緩めないままホームストレートに帰ってきています。残り12秒でコントロールラインを通過、ファイナルアップに入っていきます。リサルド姉妹チームですが現在2番手、そして77号車78号車の BMW、 そして27号車のジャガー、93号車のフェラーリ、少しアウトに膨らんでいるが、そして2号車のバイパー、ね、さあバイパーがここで再びサイドバイサイドまで持ちかけましたが、1号車チームメイトは8番手マックス・ハンザーかなり厳しい状況となっています。ファイナルアップ、さあ燃料計算も抜群、17号車がホームストレートに間もなく帰ってきて、最終戦にして今シーズンの初優勝を遂げますメルセデス横ピッテル。今コントロールラインを通過、そして2番手にはリサルド、そして3番手77号車チャンピオンシップを締めるフィニッシュ、ジャガーがベストリザルト、そしてオクタリアン・スーティリューがフィニッシュ、ウルフテンセンは追い上げ届かず7番手でフィニッシュ、そしてデロリサ8番手でフィニッシュ。少しカメラアングルが悪いですけども、さあ限界ギリギリで帰ってきました日産 GTR ハイマックスハンザー、9番手でコントロールラインを通過、そしてマックスクルトンが10番手でフィニッシュ、11番手にファイズ支店長、そしてフェラーリ2台、お、これは52号車と51号車がランデムで兵士ですね、揃ってここでコントロールラインを通過、そしてコルベットじゃない、カマロ2台もカマロ2台もここで同じく揃ってコントロールラインを通過して、全車コントロールラインを通過しました。17号車が今シーズン初優勝、そしてチャンピオンシップは77号車が手中に収めることができました。おめでとうございます。